グルメラーメン、奈良町にうまい、取りかける魚ラーメンが、近鉄奈良駅に着きました。これから奈良町に向かいます。今回も始まります、ポントチャンネル。今回紹介するのはラーメン店の麺屋系さん。大阪の有名店ラーメン人生ジェットで長年修行された店主が地元の奈良で居酒屋の居抜きに今年1月にオープンしたばかり。麺、スープ、チャーシューなど全て自家製だそうです。日曜日だったので多くの人が並んでいます。取りかける魚ラーメン850円を注文しました。まずはスープをレンゲで一口。黒い丼には鶏と魚介で濁った W スープと中太ストレート麺。トッピングは大きく厚いチャーシューにぶっといメンマ。長ネギは青い部分はそぎ切りに、白い部分はみじん切りされています。ややドロッとした濃厚スープは旨味たっぷりで意外とあっさり。これなら丼に口を当ててごくごく飲めそうです。ごちそうさまでした。